古くから醸造業が盛んな千葉県流山市。甲州勝沼の戦いに敗れ再起をかけた近藤はこの地に本陣を置きました。しかし慶応4年1868年4月3日不意をつかれた新選組は新政府軍に本陣を包囲されてしまいます。大使の多くは1キロほど離れた光明院に分宿しており、近藤土方は仕方なく武装解除に応じたのです。平成15年流山で発見された文書にはわずかに抗戦した後ついには降参したとあります。近藤は切腹を覚悟しますが、ここでの割腹は犬死にであると土方に説得され、大久保大和の名で出頭し新選組存続の望みを託します。10代の頃からの盟友近藤と土方、流山が今生の別れの地となりました。